クロンファートのブレンダン、クロンファートのブレンダン、または、聖ブレンダン、英語、セインツ・ブレンダン・オブ・クロンファート、または、ブレナン・オブ・クロンファート、484年頃から578年頃は、初期ケルト系キリスト教の聖人であり、聖公会、カトリック教会、聖教会で推敬されている。ローマ・カトリックでの祝日は五月十六日、聖教会では一月十五日、 航海者、ブレンダン、旅行者ブレンダンとも呼ばれる。船乗り、旅行者の守護聖人。主として半ば伝説と化した、楽園探索、聖ブレンダンの公開、で名高い。484年、ブレンダンは、現在のアイルランド南西部、ケリー州トラリー近郊に生まれた。彼は聖ルクによって、洗礼を受けた。5年間、聖愛タの下で学び、その後聖ルクの下で、 さらに弁学を仕上げ、512年に聖職者となった。512年から530年にかけて、ブレンダンはアードハートやブレンダン山のふもとに瞑想を行うための隠居所を建てた。ここから彼は7年かけた有名な楽園探索の航海に出かけたのである。8世紀の記録によれば、彼に同行して約束の知恵の旅に出たのは60名余りであったという。 聖ブレンダンは、旧世紀の公開者聖ブレンダンの旅行に記述された、祝福された土地、ピルナノグと呼ばれた絵の伝説の旅で名高い。様々な版があり、60名の巡礼を引き連れての大西洋への旅、そのうちの一人はフランスにサンマロシを建設した聖マロや、その他14もの変形版があり、アメリカ大陸を発見したという伝説まである。 もしこれが事実起こっていたならば、512年から530年にかけて彼がグレートブリデン島を訪れる前に成し遂げたということになる。この旅の中、彼は聖ブレンダンの島が植物で覆われるよう計らったという。ブレンダンは海の怪物に出くわしたといい、これは同時代の聖コルンバと似ている。大抵最も描かれる冒険は、 ジャスコニウスという海の怪物を撃退した後に上陸した島々である。これもアイルランド伝承だけでなく、シンドバッドやピノキオといった類例がある。最も早い時期にオランダ語で書かれたブレンダン伝説で、レースファンシントブランダン、オランダ語で聖ブレンダンの旅行は12世紀のものである。研究者たちは現在失われた中世の高知ドイツ語文書がアイルランドから来た。 ケルト的要素と結びつき、キリスト教要素と妖精話が結びついたとしている。で、レースファンシンとブランダンには、ギャロウェイから来た聖職者、ブレンダン、ブランダンは、9年かけて、世界を回る旅行をしたとある。天地創造の奇跡を記した本を真実と、信じなかった上に、その本を家中に投げた罰として、天使によって課せられた旅が始まった。天使は彼に、 お前は真実を破壊したのだと言った。旅の中で、ブレンダンは、世界の不思議と恐ろしさに遭遇した。体の半分を氷付けされ、半分を火で焼かれる、ユダ、豚の頭、犬の足と狼の牙を持ち弓矢を運ぶ人々、口の中に自分の尾を加えて船を取り囲む、巨大魚などに出会う。英語誌、聖ブレンダンの生涯は、後にオランダ語番から発生したものである。 一般的に物語が宗教的文話であることから推測されたのが伝説が事実を踏まえてのものか創作されたものかブレンダンが到達した祝福の地は実際のアメリカ大陸だったのかという疑問であったセントブレンダン教会は彼が最初のアメリカ大陸発見者だとしているアイルランド人冒険家ティム・セベリンはこれを事実と踏まえて聖ブレンダンの航海になぞらえて カワパリのボートでもしかして、北、アメリカに到達できるのではと考え、これを実行した。クリストファー・コロンブスも、西ブレンダンの航海を知っており、大西洋を横断すれば、アジアへ行くことは可能だと考えていた。一部は、西ブレンダンは、古代に、アメリカを訪問した人物だとみなしている。ジャンルとして、西ブレンダンの航海は、ラテン語、ナバゲイショウソンクティブレンダニーアイルランドからの、 奇妙なボートを使った冒険話として文学形態として非常に人気がある。例えばブレンダンの話より早くに書かれていたブランの航海には類似性が見られる。航海ではこの物語の形式において初期キリスト教の聖職者たちが人里離れた房にこもって苦行したと同じくたった一人でボートで旅をするアイルランド聖職者という宗教上の 金欲的伝統とぴったり符合したのである。自然と7年の公開物語が広まるにつれて、すぐに巡礼や新学生がアードファートを目指すようになった。数年のうちに多くの宗教的建築が整った。ブランドンヒル、アイルランド南西部ブラスケット諸島などである。彼らは西部レンダーにへの精神的導きのためやってくる。後に彼は、 ウェールズと聖なる姉妹同じ島を訪れた。アイルランドへ帰国したブレンガンは残りの人生を送ったアナタウンに司教座を創設した。彼はアイルランド教会によって劣勢され、祝日は5月16日である。アードファートに司教座が創設されると彼はトモンドからその座を受け継ぎ、コニー島に550年頃修道院を建設した。再び、 ウェールズとアイオーナへ向かい、グレートブリテン島で3年間の福音伝道をした。あと、アイルランドへ戻った。彼はさらに教会を建設した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。